こんにちは、ウギランまちふらチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは故郷の光景を懐かしんだり、行ってみたい住みたいなどの参考になれば嬉しいと思っています。本日は鳥取県西部に位置し、島根県松江市に隣接する米子市米子駅を散策したいと思います。山陰随一の名城とも称される壮麗な城であったと言われている米子城。1591年頃、毛利一族の吉川広家が築城したのが始まりと言われています。下の駐車場からは15分ほど登ることができ、石垣などは当時の姿をよく留めており、大山、日本海、市街地、中海などが一望できます。海に望む天空の城にぜひ訪れてみてください。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。米子駅に行ってみましょう。はい、米子駅にやってきました。出入り口は1箇所なので、そこから入っていきましょう。改札は1階で IC のイコカが対応になっていて、ホームも地上の作りです。乗り入れは京都から下関の旗部駅までを結ぶ山陰本線、境港方面の境線、また2駅隣の伯耆大山から分岐する新見経由倉敷までを結ぶ伯備線も当駅を起点としていて、事実上3路線4方向の列車が利用できます。特急のスーパー松風、スーパー沖、ヤクモ、快速の鳥取ライナー、寝台特急のサンライズ出雲も停車します。また境線の駅としての愛称のネズミ男駅が付与されています。で、2022年現在は南北自由通路新設に伴うリニューアル工事を行っていて、仮駅舎での営業となっていて、こんな感じで2023年に完成予定です。駅を出まして、ロータリーにはタクシー乗り場、乗降スペース、向かい右からスーパーホテル、ユニバーサルホテル、東横インホテル、ワシントンプラザ、米子タウンとホテルが多数と、左手にはセブンイレブン。当漢字の米という文字を視覚的に具現化したものと合掌をイメージした米っ子合掌像というガラスのモニュメントがあります。右手には段々広場があり、味の名店街に米子郵便局、時計台の銀河鉄道のモニュメント、味の名店街には珍しい牛骨ラーメンに居酒屋が数店舗入っています。それでは駅前交差点に渡って駅舎側を移していきます。駅舎のね、完成が楽しみですね。ちなみに地下には駐車場と駐輪場が完備されています。それでは本日はこんなルート、ややこしいですが、イオンや商店街、繁華街を見て駅まで戻ってきたいと思います。で、駅前まっすぐ伸びる道を渡って米子駅向かって、右手には JR 西日本の山陰支社とバスターミナル、高速バスでは大阪、神戸、京都の関西方面と広島、福岡行きが発車します。で、交差点にはホテルハーベストインホテルに米子文化ホール、その裏側にはね、米子コンベンションセンターのビッグシップがねあります。で、こちらにはイオン米子駅前、西松屋やダイソー、アニメートなどが入っており、4階にはね、ハローワークにコナミスポーツクラブ、できた当時はサティ、そしてビブレを経てイオンになりました。で、こちらにある見えてきたローダンのラーメンも牛骨スープの醤油と味噌ラーメン、アパマンショップを右に曲がって元町方面へ行きましょう。で、駅前の通りを越えた左手にはラーメンの草庵、こちらのラーメンは魚介系、50メートルほど行くと元町通り商店街、元町サンロードとも呼ばれ、姫路から出雲を結ぶ旧街道の出雲街道ともなっています。長さは約250メートルで、アーケードは数年前に撤去され、代わりに健康増進を意味した大きな鉢に、薬の木の植樹やベンチの設置に下水の整備などの環境を整えた商店街には、店舗数が約25店舗ほどで、こちらのパティオ広場には宝生寺電鉄の客車があり、他にも薬局をリノベーションされたカフェや古着屋にライブハウスなどの新しいお店や、昔ながらの古本屋にミシン屋さん、八百屋にお茶屋などがあります。で、ここを抜けて左に曲がると135メートルの宝生寺通り、こちらも老朽化のアーケードは撤去されて、蛇行する道に芝生を植えました。
そこには七福神のモニュメントが設置され、カフェにレンタルスペース、美容室などの新しいお店に呉服屋さんに仏具屋、メガネ屋さんと老舗のお店、合わせて約15店舗ほどが立ち並びます。で、ここを抜けて横断歩道を渡るとアーケードが見えてきます。こちらがね、約300メートルの米子本通り商店街。商人の町として発展してきた米子の歴史を現代に受け継ぐ昔ながらの商店街。高野町と四日市町にまたがる商店街で、定期的に戸板市や職人通り市、にぎわい市が開催されています。なかなかのレトロな商店街で、看板や外観が物語っていますね。また水銀塔と思われる照明なんかも見どころと思います。半数近くはね、シャッターが降りていて寂しく感じましたが、比較的新しくできたと思われるマカロニ食堂やドドドシップスなどのレストランやカフェと、昔ながらの老舗専門店が融合した商店街に訪れてみてください。そして国道9号線を越えたら、こちらが笑い通り商店街。入って一筋目の林蕎麦屋とトイズキッチンカフェを右に曲がったら出現地蔵があります。こちらは鴨川の底の井戸から出現したありがたいお地蔵さん。その先の鴨川沿いには笑い地蔵、米子のシンボル的地蔵で、地域の人の幸福を願って祀られました。この鴨川沿い周辺には他にも26の地蔵さんがいるようです。で、こっからは山陰屈指の歓楽街の米子朝日町を見ていきましょう。わずか数百メートルの圏内には、居酒屋に割烹にダイニングの飲食店はもちろん、バーやラウンジスナックの夜のお店がね、立ち並びます。ここら辺は米子駅からだと歩いて15分から20分くらい。ビジネスに観光に駅前のお泊まりの際には足を運んでみて、飲み歩きをしてみてはいかがでしょう。鳥取のグルメでは、日本海の新鮮な海鮮にズワイガニに岩牡蠣、大山から湧き出た新鮮な地下水で育った大山鶏なんかが有名です。で、朝日町の北側には今回は寄ってはないんですが、お寺が9つ並んだ寺町通りが観光スポットとして有名です。で、ぶつかった交差点には牛骨ラーメンのごっつおラーメン、こちらを右にエルモール一番街へと下っていきます。で、朝日町に次いで繁華街のお隣の角番町の通りで、ラーメンに焼肉にラウンジにバーなどの入った商業ビルに、居酒屋や中華料理やビジネスホテルなんかも多数あります。で、見えてきた国道9号線沿いのエルモール一番街の右手には、地下1階から地上5階までの JU 米子高島屋の百貨店、地下にはスーパーのマックスバリューが入ってます。エルモール一番街のアーケード部分は約130メートルほどで、道幅は 8.3 メートルと大変広くなっています。ジンギスカンにドラッグストア、左手には大きい駐車場の部分はかつて弥生デパートがあったようですね。で、ロッテリアの跡地には名産や特産品を扱うフードスタジオの各番に、高島屋より連絡通路にて渡れるグッドプレスガーデン、サウナに岩盤浴の宿泊施設に、漫画ミュージアムにフィットネスの複合の施設になっています。アーケード西側にはハリキュー、鶏白湯ラーメンに模型店のエース、ミニ四駆を走らせるコースが横に併設されています。で、国道9号線に戻ってきまして、駅まで帰っていきながら街の風景とともに米子市の説明を挟んでいきたいんですが、米子市の由来は、跡継ぎの子がないことに悩んでいた老夫婦が鴨神社で子が授かるように拝んでいました。諦めかけていたところ、なんと長者の88歳にして奥さんが子を身ごもったのです。88歳の時に子ができたということで、この場所を88の子米子と呼ぶようになったのだそうです。
で、米子市の人口は鳥取県では鳥取市に次ぐ2番目に多い14万6千人ほどで、鳥取県の人口は約55万人なので鳥取県の約 26% になります。山陰のほぼ中央に位置する米子市は紀元前の時代から人々の営みが続く古い歴史の地。江戸期には米子城が築かれて蜂起の国、18万石の城下町になりました。今も鴨川沿いには白壁土蔵など昔ながらの町並みが現存し、城下町は当時の区画を維持しており、町並みと中海への遊覧船も出ています。現在では山陰を代表する省都にふさわしく、山陰自動車道の高速道路と鉄道の陸路が整備され、お隣の市ではありますが米子北郎空港からは東京へ80分、現在は運休中ですが、ソウルや上海、香港への空路があり、海路を有する境港市と隣接する便利なアクセス環境から山陰の玄関口となっています。南東には中国地方最高峰の大山に、北には日本海、西に琥珀町の渡来地でラムサール条約登録の中海を有する豊かな自然環境に恵まれた町です。それではそろそろ米子駅に着くんですが、最後三保湾を望む白砂青松の浜が美しい山陰の代表的な温泉地、皆生温泉でお別れしたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、皆生温泉へやってきました。米子市の北側、日本海に面した山陰を代表する海辺の温泉地。足湯なんかも無料で設置されており、白砂青松の美しい海岸線と中国地方最高峰の大山を望めることができます。日本の渚百選、日本の白砂青松百選、日本の夕日朝日百選、都市景観百選、日本の水浴場88選に選定されています。泉質はナトリウム、カルシウム、塩化物泉で豊富な湯量と高温で、近年お湯の調査から美肌効果に優れていることが分かり、女性にとっても嬉しい温泉として注目されています。夏場は海水浴でにぎわいます。水着のまま旅館を一歩出ると、そこはマリンブルーのリゾートスポット。温泉と海水浴が同時に楽しめる国内でも数少ない温泉地で、国内トライアスロン発祥の地として広く知られています。ぜひ癒しに訪れてみてください。というわけで本日は米子市米子駅周辺を散策してきました。山陰の旅の玄関口、この動画を通して少しでも米子市を知ってもらえたら嬉しいと思います。それではこれからもいろんな街を歩いて回って散策したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。